学園。周知の事実。みんな憧れの生徒会。ポク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 ポ。先生、なぜなのですか？そこをなんとか、お願いします。あれ、フスカの声だ。はい、失礼します。はあ。フスカ、どうしたの？あ、ニオちゃん。先生と何かあったの？うん、なんでもないの。それよりネアちゃん、冬休み明けだし、今日の放課後は気合い入れて、食虫植物部の活動を頑張ろうね。え、うん。ほら、そろそろ休み時間が終わっちゃうから、教室戻ろう。フスカ。よし、今日も動画撮影頑張るぞい。頑張るぞいぞい。今日は珍しいウツボカズラ、ネペンテス、ビローサについて学んでいきましょう。わ、ヒガが生えてる。食人植物発見しちゃったの。食人植物じゃないよ。こちらは、牙のような発達したお口のギザギザが特徴の高山性のウツボカズラ、ネペンテス、ビローサです。発達しすぎなんだよ。本当に食べられちゃいそうなお口。そうでしょ。この独特の牙とずんぐりした袋の見た目から、ビローサは数あるウツボカズラの中でも特に人気の品種の一つで、ウツボカズラさんたちの憧れなのです。こんな怖いウツボカズラさんに憧れるの？ふふ、やっぱりネオちゃんはまだまだだね。このまん丸な袋に真っ黒く染まった内部と、触ったら怪我しちゃいそうな牙、そこから凛々しく高く伸びた大きな蓋。あ、なんて素晴らしい造形美なんでしょう。あ、それ自然界が作りました芸術。怪獣メカ、ここ作りました芸術。素晴らしい。さあ、ビローサさん、私はもうあなたの虜になって落ち着いてしまう。私も行ってくれて、この美しい空間で怪獣メカ。私としたことが取り乱してしまいました。このウツボカズラよりフスカの方が怖いんだよ。まあとにかくウツボカズラさんたちを虜にする魅力を兼ね備えた品種なんだよ。十分伝わりました。このネペンテスビローサはボルネオ島のキナバル山やタンブユコン山に生息していて、標高はなんと2400m から 3200m あたりの超高山地帯に自生するウツボカズラなのです。 3200m、主語み、ほとんど富士山の頂上だよ。すごいでしょ。赤道付近の山だから寒さは富士山よりはマシだろうけどね。それでも気温が5度まで下がることもあるみたいで、そんな環境で育つウツボカズラは非常に稀だと思います。ほとんど冬の寒さだよ。寒そうだからコート着せてあげたくなっちゃうよ。そんな寒い環境で育つからかわからないけど、胴体には毛皮のような体毛が生えてるみたいだよ。え、自己防衛もできるのですか？まあ、自己防衛だね。実際に寒さをしのぐためなのかはわからないのですが、比較的標高の高いところに自生する品種にはこのような特徴が見られることは多いみたいです。寒かったらおけけのコートを着る。ウツボカズラさん、頭いいんだよ。でも、そんな環境のウツボカズラさんだと育てるのも大変そう。そうなのです。年中気温が5度になるような環境で育った植物を日本で育てる場合、夏でも5度くらい気温を下げないとうまく育たないからね。夏でも5度。冷蔵庫で育てるしかないよ。うん、冷蔵庫で育ててるよ。本当に？普通の冷蔵庫の中じゃ真っ暗で日が当たらないから、業務用の透明なドリンクケースか、冷蔵庫に穴を開けて改造して冷房設備を自作したりして工夫する人もいます。そこまでするの？どんな方法を使っても育てることに情熱を捧ぐマニアの鏡です。尊敬するんだよ。でもこのビローサでもキナバル山の 2400m の比較的標高の高くないところのものや、タンブユコン山には 1600m くらいのもっと低いところに自生するものもあって、ある程度暑さに強い種類も出回ってたりするから、そういう個体はそこまでする必要はないかもね。それなら良かっただよ。フスカがうちの冷蔵庫を改造しちゃったら食べ物が保管できなくなっちゃうからね。いや、さすがに冷蔵庫改造するマニアさんも自分の家の冷蔵庫を改造して食を犠牲にする人はいないと思うよ。え、そうなの？まあ、それくらいしてまでも育てたくなるウツボカズラだけどね。世界でも多くの愛好家さんがこのビローサを栽培されていますが、野生のような大きさに育ててる人はほぼ誰もいないのです。そんなに育てるの難しいの？このネペンテスビローサは1852年に正式にウツボカズラの種類として記録されました。100年以上前だよ。そのくらい前から確認されてて、ようやく育てることができるようになりましたが、誰も野生のような大きな姿に育てた人はいないのです。なんでうまく育たないんだろう。
やっぱり現地の土壌や微妙な気温、風の具合とかベストな環境が違うんだろうね。わがままだよ。ニアちゃんみたいにどんなところでもその格好でいられるくらい適応力があれば楽なんだけどね。エスヘーン、栽培は難しいですが、この形、この牙に魅力を感じた皆さんはウツボカズラーになる素質があると思います。ぜひいつか栽培チャレンジしてみてください。あ、部活終わりの時間になっちゃった。今日はいろいろ勉強できたかな。フスカが冷蔵庫壊さないことを知れただけでも十分だよ。壊すじゃなくて改造だってば。いや、改造もしないけど。はい、存じております。任せてください。